よ。常識的に考えれば疑って当然だもの。疑う？疑うって何を疑ってるの？それは起こる確率はって聞かれたら、それはもちろん 2.3 に、なんだっけ、 2.327165 かける10のマイナス24乗っていう確率になるのかもしれないけどさ、でも本当はそういうことじゃないじゃん。え、現実に今みたいなことが起きた確率はってことになると、一回やって一回そうなったんだから、つまり 100% 起きましたっていうのが事実だよね。もうわかんないかな。要するにくるみが言いたいのは、シュレディンガーの猫の話と同じことなんだよ。くるみもあんまり詳しくは知らないんだけど、ほら、簡単アイランドっていう漫画あるじゃない？あれでちょっと読んだだけだから。でもお姉ちゃんなら知ってるでしょ？それは、もちろん知ってるけど。あれって確か、箱の中に入ってる猫はその蓋を開けるまで生きてるか死んでるかわからないっていう話だったよね。正確にはちょっと違うけど、まあ簡単に言えばそうなるかしら。ってことは、そうだな、例えば箱の中の毒ガス発生装置の作動する確率が仮に 50% だったとすると、蓋を開けてみる前のニャンコは 50% は死んでるっぽいニャンコで、50% は生きてるっぽいにゃんこってことになるじゃない？だけど実際蓋を開けてみたら、そこにいるのは確実に 100% 死んでるにゃんこか 100% 生きてるにゃんこで、絶対にそのどっちかのにゃんこしかありえないんだよ。言い換えると、蓋を開ける前からそのにゃんこは 100% 生きてたか 0% 生きてたか、必ずそのどっちかになるわけで、じゃあ 50% っていうのは何だったのかっていうと、つまりそれは予測の値だったってことになるよね。だからね、くるみは思うんだけど、予測と現実っていうのは本当は一緒にして考えちゃいけないものなんじゃないのかな。確率って結局は何かが起こる前の話でしょ？起こった後には一つの現実が残るだけでしょ？たとえその確率がどんなにどんなにちっちゃくても、蓋を開けたらニャンコは生きてました、ゲームをやったらお兄ちゃんは全てのカードを当てることができました、それだけが現実でしょ？うまく言えないけど、要するにそういうことなんだけど、わかった？
怒っちゃったものは怒っちゃったんだからしょうがないんだってば。その46枚の位置に関しては誠くんは絶対に知らないはずでしょ。誠くん、私ね、私こんなとこで何やってるの？
あのね、マコト君、落ち着いて聞いてね。私あれからずっと考えてたんだけど、うん、そう、あのトランプの時からずっとそれで思ったの。なんとなく分かったような気がしたの。予知のこと、誠くんの予知のこと、あれってきっと